皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。2月3日というわけで、2月3日といえば、はい、福豆、七福豆と書いてありますけども、節分ですね。はい、これはお菓子でこういうのがあるんですけども、2月3日節分というわけで、今日はちょっと節分の私の思い出話でもしてみようかなと思います。まあこの年になるともう豆まきってあんまりするチャンスがないんですけど、皆さんは豆まきはしますか、それとも、まあ、されたことはありますかね。まあしたことあるよっていうのは多いと思うんですけども、どうでしょうかね。まあなかなかね、私も家で豆まきはしたことないんですけども、でも、私、まあ、目が不自由ですから盲学校出身なんですけども、盲学校の中には寄宿舎というね寮があってですね、その寄宿舎では毎年節分の行事がありました。具体的には節分の日、2月3日の日になると、夕方になるとね、寄宿舎1回あの学校が終わると帰るんですけども、帰ってから今日は節分の行事ですっていうわけで1回あのでみんなで集まって出かけます。どこに行くかっていうとちょっと遠いんですけども、学校の最寄りの神社に行きます。で神社に行って、ここでね豆まきをしてですね、みんなでね庭でね豆まきをし合います。鬼のお面かぶってねで帰ってきて、今度は寄宿舎みんなね部屋が一つずつあるんですけども、それぞれの部屋がね、その部屋でまた豆まきをして、で最後にねいつものように大豆を豆を食べて、年の数だけ食べて、節分の行事が終わります。そんな感じのことですけども、まあ豆まき大豆ですけども、まあでも場所によってはね落花生を食べるところもあります。まあ、落花生が有名な千葉県なんかは多分そうなんじゃないかな。私はずっと大豆を食べてましたけどもね、大豆ってすごい豆ですよね。あの大豆って若い頃はね枝豆って言ったらやっぱり夏のおつまみで最高ですよね。塩加減が、ね、美味しい。でもちろん大豆っていうのもね、豆をそのまま食べても美味しいですしね、大豆って言ったら豆腐になったり味噌になったり醤油になったり、本当にあのいろんなものになりますよね。大好きですよ。豆腐ハンバーグって私大好きなんですよ。あとおから、あの卯の花ってありますけどね、おからを使ったあのおからドーナツっていうのがあってですね、これも私すっごく大好きで、埼玉県にですね時川町という、町があります。ひらがなで時川って書くんですけど、もともと時川村っていうねあの漢字で書く時代の村があったんですけど、そこはもう2006年かなに町になって今に至るんですけども、時川町にですね豆腐工房渡辺というところがあります。あの豆腐屋さんなんですけども、とっても美味しい豆腐でですね、でここで売ってるおからドーナツがとっても美味しいんですよ。私も何回も食べたことあるんですけども、おすすめです。時川町ね、ぜひねあの訪れた際には寄ってみてください絶対美味しいですよ。というわけで、まあ大豆のお話、大豆って素晴らしいなっていうお話なんですけども、まあ豆まきね、まあ今さすがに豆まきはできないんですけども、まあでもせっかくですからね、やっぱりこういうの食べてみたいななんて思って、今日はちょっとこれを開けて動画にしてみとしようかななんて思います。なんかね、いろんな種類のお豆がね、この中に入ってるみたいです。あとはね、節分っていうと、恵方巻き。でも、恵方巻きっていうのは最近ですよね。昔はなかったかな。しかもあれは、関西発祥の、あれですかね。でも、私、普通に太巻きをね、切って食べたいな。あんな太いのをね、ちょっと一気に食べないで、めでたい方角の方を向いて食べるっていう、ちょっとね。はい。こんな豆だね。あ、かわいい。こういうなんか三角のね、なんか昔ね、こういう形の牛乳ありましたよねこんな形の中に入ってます。ちょっと開けてみますね。七福ってことは七福神の七福から来てるのかな。はい、こんな感じの中身です。これは全部同じ色が入ってるのかな。じゃあいただきます。あ、これはなんかきな粉だね。きな粉が周りについてる。あれ、さっき書いたのかな。これかな。今食べたのはこれですかね。袋ごとに中の豆が違うみたいですね。こういうなんかあのおつまみにもありますよね。あの豆の お菓子って、私こういうの大好きですよ。しかも一袋に3粒ぐらいかな。美味しいです。思えば。きな粉も大豆ですよね。大豆を粉にした。昔あの給食できなこパンってありました。私大好きでしたね。美味しかったです。というわけで
今日は節分というわけでこんなお菓子をご紹介させていただきました節分が終わるとね、2月4日は今度は、立春、まあ、暦の上では春になるということで、暦の上、じゃあ暦の下はどこにあるのかなんていう笑い話もありますけどもね、まあ、これからね、2月っていうのは1年間で一番寒い季節ですし、まあ、今オミクロン、コロナもね相変わらず流行ってますからね、ちょっと外出は難しいんですけどね、あとは花粉症の季節がやっぱりね、いよいよ本格化してきましたね。まあ私の場合は花粉症、目のかゆみとか鼻がむずむず鼻詰まったりとかもありますしね、本当に大変なんですけども、あの以前ね初詣の時の動画でお話ししたと思うんですけど、ちょっと私の乾燥で目を傷つけてしまって、あの目の中に傷があってっていうので眼科に行ってですね、目薬をいただいてきて、引き続きね目薬こんな感じで使ってます。だいぶ回復してきたんですけども、まあ、これから花粉症の季節でまた目のかゆみがねあると思うので、今度花粉症のタイプの目薬に切り替えてですね、引き続き、まあ、様子を見ているというところです。まあ、今のところ回復に向かっているということで良かったななんて思いました。はい、じゃあ今日はねこんな感じでゆるい動画でしたけども、節分のねちょっと思い出話みたいなものをさせていただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。鬼は外、福は内。バイバーイ。コロナも外だね。